ニコーっとしてみて。ニコー。ダメダメ、もっと口角上げて目を細めて。リラックスですわよ。こう？お前ら何やってんだ？何って見ればわかるでしょ。なるほど、にらめっこ対決の特訓やな。失礼なことを言うものではない。どう見てもチンパンジーの顔真似ではないか。違う、エフォールの笑顔の練習よ。お前たち殺。うわっ、ちょっとした冗談やって。勘弁勘弁。私は冗談ではなく本当にチンパンジーの真似かと思ったのだ。だから許してくれ。殺殺殺。余計怒らせてどないすんねん。ずいぶん楽しそうですね。シャルマ、なんや、お前は。そう警戒せずともすぐに立ち去りますよ。君たちの集めたフューリーを全て渡すというのなら命だけは助けよう。そうすればすぐにまた楽しい馴れ合いの時間を再開することができますよ。まるで強盗じゃねえか。とうとう本性を現しやがったな。俺たちがあっさりフューリーを渡すとでも思ったか。冗談じゃねえ、死んでもお断りだね。いい返事だ。これで心置きなく君たちを抹殺できる。あなたお一人で私たち全員と戦うつもりですの？いいえ、今では僕にも仲間がいましてね。僕の理想のために喜んで命を捧げてくれる忠実な部下たちですよ。全体突入。こいつらドルファの連中やないか。しかも皆かなりの手だれ揃い。油断できぬぞ。てめえ、いつからドルファの手先になりやがったんだ。失礼な言い方はやめてほしいな。僕は人の下につくのは好きじゃない。僕が彼らを率いているのさ。戦闘用意。目前の敵を全て抹殺しなさい。人そいつはこっちのセリフだぜ。行くで。お覚悟を。行くよ。行くぞ。負けるわけ。覚悟。手加減せん。行くで。覚悟。まだまだだ。終わらない。行きますかい。詳細データやらせてもらう。ゆっくり。芝居だな。芝居や。ぼちぼちで。どうだ、思い知ったか。これに懲りたら二度と俺たちの前に現れるんじゃねえ。悪いがそうはいかないな。世界を救うためだ。僕はこれぐらいで諦めるつもりはない。世界を救う？どういう意味よ。それは彼女に聞くことだね。やがった。変わらず素早い野郎だぜ。彼女に聞けってティアラのこと？どうしてティアラに？あんなクソ野郎の言うことをいちいち真に受けてられるかよ。ほっとけほっとけ。これはシャルマン殿、ご無事のご帰還で。しくじったみたいですね、シャルマンさん。そのような不手際このドルファで許されると思って？誰が許さないのですか。誰を許し誰を許さないか、
決めるのはトップであるこの僕です。違いますか、バーナード？そうやりません。ですが。彼らの力量は分かりました。この次は間違いなくあの娘を捕らえることができるでしょう。必ずやお願いいたします、シャルマン殿。ええ、分かっています。重大な秘密を教えてくれたあなたに報いるためにも。なんて人、あのような自分勝手、お許しになるのですか、バーナード補佐官。彼の力は今のドルファに必要だ。それ以上の貢献ができるというのなら実力で示すことだな。いや、全くその通りで。実力でですか。ええ、いいですとも。証明してやりましょう。ドルファの連中、もう手段を選ばんようになってきてるみたいよな。ここにまで襲撃してくるぐらいやし。これからは一秒たりとも油断はできぬな。ったく、迷惑なこった。おちおち料理もしてられねえ。ああ、まったくだ。そろそろ本気出すとするか。女神復活の儀式ってやつに取り掛かろうぜ。フューリーの数はもう十分なのですか？うん、そうだけど、集めたフューリーを儀式に使うためにはフェイスドロップってのが必要なのよ。そうでしょ、ファング？そうだったっけか。だったらグズグズしてられねえ。とっととそいつをもらいに行くとするか。って、まるで場所が分かっとるみたいな言い方やな。ああ、任せとけ。俺様は天才だからね。それ理由になってないと思うけど。いいから黙ってついてくればいいんだよ。まだ終わらないのですか、ピピンさんの買い物。待ちくたびれちゃったよ。キュイキュイ。皆さん、ピピンに付き合わせてしまってすみません。一体何を買いに来たの？それが私にもよくわからないのです。彼はたまにこうして謎の買い物に私を連れ出します。しかし店に入るときは必ず一人なのです。存在自体が謎ですのに、さらに謎の買い物って。本当に謎だらけよね。ピピンって着ぐるみじゃないの？違いますよ。中に誰か入ってません？入っていませんよ。キュ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 イ。すみません、質問内容が分かりかねます。まあ、そうはないで。ピピンさんはどうやってお風呂に入るのですか？乾燥させるの大変ではありません？普通に入浴していますよ。皆さん、どうしてさっきから生身じゃない前提の質問なんですか？だって…ああ、でもそういえば、以前ピピンが怪我をした時に傷口から…待たせたな、ショウ君。ああ、ピピン、お帰りなさい。さあ、次の店に向かおう。終わったら食事をご馳走するゆえ、最後まで付き合ってくれたまえ。傷口から何が出てたのだと思います？割ったとかじゃない？ここにフェイスドロップがあるというのか。ああ、だが簡単には手に入らねえぜ。厄介な連中が守ってるからな。ほら、来やがった。実験開始だね。ざっ、お覚悟を。さーてと、行くよ。
る。始めるぞ。やるで。行くぜ。計らせてもらおう。頑張る。芝居だれ。ジョイサー。任せておく。始めます。行くで。始めるぞ。詳細データをサーディ。燃えてきたで。覚悟しな。行きますわ。行くよ。あの、任せておく。テンション上がってきたぜ。止まりませんわよ。やらせてもらう。始める。お覚悟を。任せておく。計らせてもらおう。行くぜ。行く。どなたが相手かしら。さてと。手加減せん。芝居だれ。やろ。さて始める。行きますわ。行けそう。出てきたね。任せて。頑張る。どなたが相手かしら。覚悟しや。どこや。覚悟しな。しゃり。手加減せん。行きますわ。行くで。はっ。任せておく。計らせてもらおう。行って。一丁上がり。ちょっとやばかった。ほんま、えらい面倒な連中やったで。あんなんが守っとるっちゅうことは、いかにもお宝が隠されとるって感じやな。ああ、そういうこった。どの辺だったかな。確かあの辺だったと思うけど、なんだろう、何か違うような気がする。確かに前に来た時とは違うな。あの時はドルファのやつに邪魔されたっけ。みんな気をつけろよ。ドルファの連中がいつ襲ってくるか分かんねえぞ。ここにもねえぞ。誰かに持っていかれたのかな。それはなかろう。先ほどのガーディアンシードとやらと戦った痕跡がない。さっきから何か変だと思ってたけど、やっぱりそうだったんだ。過去が変わってるんだよ。私たちが過去に戻ったせいで、世界そのものが少しずつずれてきてるの。得意点ってやつか。となると厄介だな。探し物であれば、まずは情報屋に聞いてみようではないか。そうやな。無駄に探し回ったって仕方ないで。その分しっかり踏んだくられるけどな。まあ仕方ねえか。
時間だわ。今日はここまでにしましょう。マリアノ先生、今度はいつ来てくれるの？またハープを聴かせてください。約束するわ。みんながいい子にしてればね。参りましょう、マリアノ様。時間がありません。ザギはいいな。マリアノ先生といつも一緒で。もしかして二人は結婚してるの？何を言う。そんなおこがましい。ザギ、子供の言うことですわよ。失礼いたしました。毎度。フェイスドロップの情報？今はないな。がっかり。何か手がかりだけでもないのですか？おお、それじゃあ調べてみるからさ、少し時間をくれるかな。あ、そうそう、ウサムド氷結ってとこで最近かなり強いモンスターが住み着いてて、近くの村の人たちが迷惑してるらしいよ。モンスターを退治したら賞金が出るっていう話だし、待ってる間に稼いできてくれる？めんどくせえな。なんで俺たちがそんなとこ行かなきゃいけねえんだよ。だって新しく情報を探すのってとってもお金かかるんだよ。しゃあないな。これも人助けやし、行くとしますか。うむ、人として当然の行為であるな。わかったわかった、行けばいいんだろう。行けばルサムド氷結だよね。それじゃ出発。腹減った。さっきご飯食べたばっかりじゃない。それでも腹が減るときは減るんだよ。そして腹が減ったときが食べ時だ。おいホール、お前も腹減ってねえか。なんか食いに行こうぜ。行く。おやつ好き。お前もずいぶん普通に喋るようになったな。いいこった。そういや前から気になってたけど、お前なんでサツサツって言ってたんだ？あ、それは私も気になってた。言いづらそうな口癖だなって。前は戦うことしか知らなくて、殺すこと以外に楽しいこともなかった。それで久しぶりに私が代弁しますね。エフォールは人と接する機会が少なかったので、感情表現も喋ることも得意ではありませんでした。そんな中、戦うことだけを教え込まれて、闘争本能だけ肥大化させられていきました。そして殺したい、殺したいという気持ちが、いつしか殺、殺という口癖に変わったのです。考えてみればすごい口癖よね。私もどうかと思っていたのですが、何も喋らないよりはマシかと思い。そうだったのか。うん、でももう言わない。ファングが言うなって言った。うん、ちゃんと言いつけ守れていい子だな。喜んでる喜んでる。じゃあ別にあれはキャラ作りとかで言ってたわけじゃない。